はい、こんにちは、ショートです。ホットマサ総合シールドの新ランクマッチは、まあ、見せかけで、中身としてはね、ライパリメイクの話をしていきたいなと思って、動画を撮り始めたんですけど、まあ、とりあえずちょっと、選出決めようか。グラードンは無理で、グラードンは無理なため、ラストバンギーかな。選出、多分何でもいいから、さっさと決めた方がいいんで、バンギーいいや。選出とかが割とゴミ順位だからね、かなりどうでもよくて、まあその肝心のダイパリメイクをね、話をしてくるんですけど、コーノが撮ってるのがちょうどダイパリメイクを金曜日からね、やり始めて、今日曜日撮ってるんだけど、殿堂入りまで一応なんかぼちぼちやって、結構楽しかったんだよ。なかなか、結構僕ダイパリメイクでランクマッチないのにだいぶ絶望してて、まあ買うかもちょっと怪しかったんだけど、なんか、偶然ヨドバシカメラで、ね、見かけたから買って、適当にやったんだけど、普通に懐かしくて楽しかったんだけど、まあ唯一ね、難点のそのランクマッチじゃないっていうところなんだけど、いやワンチャンね、なんか今後来るくねって思って、まあ、いくつか理由はあるんだけど、いやこれガチでその僕が思ってるだけだから、全然そういうソースとかあるわけじゃないから、まあだいぶ適当に聞いてほしいんだけど、結構さ、なんかゲーム作るのが間に合わなくて、なんか発売日の前日か前々日ぐらいにダウンロードデータが配信されて、ダウンロードして遊んでくださいみたいな。まあ結構ゲームとしてそれでいいんかみたいなところあったんだけど、なんかそれがある以上なんかワンチャン来るくねっていうのをちょっと期待してるんだよね。で、他にもね、いろいろ期待してる要素はちょっとあるんだけど、なんでかっていうと、レッツゴーピカチュウイーブイって昔あったじゃないですか。あれが、なんていうの、全然、あれだったんで、ランクマッチとかなかったんだけど、あの感じとはちょっと違う。どっちかっていうとなんか、オーラスとかに近いイメージだったんだよ。レッツゴーピカチュウイーブイってさ、ポケモン GO とハイブリッドした感じの作りだったんだけど、野生ポケモンと戦闘はなくて捕まえるだけみたいな感じだった。ただ、今作ってこのゲームじゃなくてね、ダイパリメイクって、なんか本当にダイヤモンドパールの、本当に、なんか忠実な焼き直しっていう、そんな感じだったんで、まあ、新要素が特になかったりっていうところではあったんだけど、これグラードン死んな。で、もうその感じからしてね、なんか、あんな、入るね。死んだら動画やめようと思ってたんだけど、なんとかあった。もしかしたら迷いいけるかな。で、感染続きに戻るんだけど、なんだっけ、何を落としたんだっけ。あ、そう、近いっていう話。ダイパにね、オーラスのなんかちょっと匂いがあって、で、まあ現状、ランクマッチってないんだけど、なんか、更新データを入れるみたいな感じに対応するっていう。雰囲気からしてちょっとねワンチャンあるんじゃないかっていう気がしてるんだけど、そんなことないですかね。あってほしいんだけど、なんかさ、某顔面鬼氷さんがさ、なんか元ゲーフリの社員だった友達からなんかリーク情報をもらいましたみたいなさ、そういう話あったじゃん。あれはね、僕は結構ゲロだと思って、まあ、その人本人を悪く言う気はないけど、しょうもないニュース攻略チャンネルになってるなって話は、まあそれはそれとして別あるんだけど、それに限らずね、なんて言うんだろう、だって嘘じゃん、ほぼ嘘をさ、なんかさも当たり前のようにさ言うなよっていうさ、あれで僕ダイパリメイクさせたの。アミさんのダイパリメイクで、ダイパリメイクが来ますと、ね、追加のダウンロードコンテンツが来ますっていうのを見て、僕、買ったんで、もしこれで出なかったら、詐欺ですよね。そんな、許せないですよね。なんでもないです。これ以上言うと、怒られそうだった。怒られてもいいんだけど、気にしない。何もないからいいんだけど、まあ、その話はさておき、まああれだよね、それはそうだったら、それで見たかったわけじゃないよ。普
通になんかプライベートで趣味で楽しむ目的で買ったんだけど、まあてかあの世界でランクマッチ、いやあのね、あのなんかアップデート後から追加って、まあ、結構もうさ発売までにゲーム作りきれなかったんかお前らっていう、なんか大委託されてるさ、要はまあ下請け出されてる会社って作れなかったのかっていうのはあるけど、でも希望が全くないわけじゃないなっていう感じにちょっと変わったのが少し嬉しかった。あと検査系なんか追加コンテンツとか、あとまあそのダイバリメイクのポケモン、ケントリーにポケモンホーム使ってさ、映せますみたいな、映せますって言ってたのがちょっと、そういう なんていうのなんかワクワク要素欲しいよね。現状ダイバリメイクはちょっと動画上げるのきつい感じもあって、ケンタテは飽きちゃったといえば嘘になるけど、いや飽きちゃってないといえば嘘になるけど、ちょっと飽きちゃってるんだけど、なんていうんだろう、竜王戦ルールも2回目で、だいぶマンネリ化しとくっていう話もあるから。まあ、ちょっと、なんか一戦勝ったわ。もう一試合やります。はい、続きで。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。まあやっていきながらね、ぼちぼち回していきます。選手先また決めるか、例によって。まあ、ダイナヌオーは確定でいいかな。このダイナ、あ、ひどくないか。ゴリラ考えると無道ちょっと欲しいけど、ダイナミオ無道ってやるとサンダーに対して魂の立ち回りとテテフがゼロだから、まあバンギを絡めたい話はある。ダイナ初手のヌオバンギでいいかな。まあ選出はめちゃくちゃね早いんだけど、無理なのも分かるからね、選出段階で。ああ負けたなーっていう。この構築一応さ、あちょっと話すると悪いんだけど、この構築一応シーズン中でまあまあ頑張った構築の方だと思ってるんだけど、もうなんか4シーズン目5シーズン目にさ同じルールで突入するとさ、もういよいよ当時はね、受けループをウラオスで崩すっていうのが、アクウラオスのハチマキアンコプトで崩す世界だったから、それに勝てれば全部勝てるみたいな話はあったんでそのレベルだったから、まあそれを上回るね、ダイマックスを、ダイジェットを切るとそれを上回れるっていう話はあったんですけど、まあまあまあその話は置いといて、で何を話そうとしたんだっけ。あそうそうそう、あのダイパリメイクの続きの話なんですけど、なんかあと結構さ、なんかバグがめちゃくちゃ多いみたいな、ツイッター見てるとさめちゃくちゃバグが多くてさ、なんかほんとに完成されなかったんだなみたいな、多分間に合わなかったんだろうね、しょうがないみたいな間に合わないし、もうこのまま売っちゃおうみたいなさ、そういう感じで作られた雰囲気は若干感じたんだけど、ゴリラから来るか。ゴリラはダイナで気合い入れなきゃいけなくて、確かそうだったはず。裏ヌオバンギだからダイナ以外頼れるやつはいないね。グラスシード積んでくる雰囲気はバレバレだろ。上からさメガネでヘドバク打ってきたらどうするんだって話だから聞いてもらいたいんだけどね。まあ、ちょっと対戦内容は割とどうでもよくて、なんかそうみんなダイパリメイクやってて、ケンタテがなんかマッチングがもうめちゃくちゃ悪くなってるみたいなね話もちょっと面白くて好きなんですけど、好きなんですけど何してる。マジかよお前、やるねそれは。たら剣舞されても直帰じゃないから、ダイマックス砲で逆に取れないかな。なんなら耐える10万馬力、さすがに無理か、さすがにちょっと厳しいか。まあ別に負けても構わないわけじゃないけど、でかくなってきたわ。ジェットボンで来るかな。ただダイマックスもう何言うかって言ったら、いやーそれもあんまりよくないな。だったらもっとダイマックス4から入るべきだったか。ダイマックス4、ダイマックス4で返しに行くルートの方が良かった話は若干ある。でも出したんですか、出したんですかね、目を引いて。でも結局そこにさ今投げられてるなみたいな。とりあえず2発は取れるみたい。ジェットだよ、
を投げなかった僕が悪い。この構築選出策の塊だからね。選出段階で勝敗決まる。相手の3体見えてこっちの3体はさ分かってるわけで、もう最後までやんなくても勝った負けた分かるんだよね。型はある程度分かんなくてもそういうゲームなんですけど、まあ裏無道いないよね。これ僕が裏に無道置いてたらどうしてたんだろうね。あんたはまあまあまあダサい。なんかそうだね、エイパリメイク、あ、その辺じゃない。エイパリメイクで動画を出すのはね現状ちょっと不可能だから、ランクマッチの対戦じゃないと何もこう、いや意味がないとまでは言わないんだけど、あんまなんか微妙な感じになっちゃうからね。まあまあいいんだけど、いや普通にダイパリメイクでも楽しかったよやって。なんかまだいやランクマッチないならなとかって思ってる人いたら全然買ってもいいと思うよ。面白かったからおすすめです。あとね別に思ってるのが、なんかツイッター見てたらね、なんかバンビーさんとかその辺の人が結構ダイパリメイクで対戦をやってて、まあ、動画のためっていうのはもちろんあると思うんだけど、なんか厳選とか結構ちゃんとやっててさ、クロコさんとかね、なんかワンチャンランクマッチあの人たちはもう来ると信じてやってるんじゃないかっていうちょっと思ったりもしたんだけど、どうなんだろうね。まあ、来てほしいです。ダイパリまあまあ剣立てでもいいよ全然。ただそのもうちょっと同じルールの焼き直しじゃなくてもうちょっと違うルールかさ、まあ、全ポケモン登場を急いでほしいよね。サンムーンの頃とかって過去作のポケモン後から登場したのあったんだけど、こんな2年経ってまだ出てこないとかそこまでじゃなかったからね、ちょっと頑張ってほしいですね。まあ、まあその辺が来たらまたなんか上目指してやるか。2000とか2100とか30以内とかね、この辺目指して頑張っていきたいなと思ってるけど、まあこのフルで残り2ヶ月やるかと言われると諸説だね。ただ YouTube 頑張りたい持ちではね相変わらず保ってるから、まあ、まあ絶対レードが当たるぐらいの確率でやります。お疲れっす。GG。